Oh, come back. Let's play Yakuza 0. This episode starts a mission to take Akko on a date at the sushi place and the arcade. So, what's going on here? Anyway, before we went on the date, we got a briefing from the owner on some sort of hit and run mission. And we're about to get into a fight. Break dance. ほな、行こうか。 So we have to go on the date first. All right. But first thing first. Up our dancing abilities.
Holy shit, that looks fancy. なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても2人で来たってしゃあないやろが。こないなとこはもっと大人数で散歩開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか。それ意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して泊めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知りようたことかもおるけど、 普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし。せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやから、 そないな人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。あ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。 あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルーマもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。ふん、そういうとこはまだまだやな。 Now what? やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や。とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々おごらせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。 あんたが悪いんやろ。うち見たんやで。あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかまへんで。その代わりこっちも人連れてきとるからな。なんとでも言え。 待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったら ドンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所あげや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし、俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。
いてもだる。Freaker style. Holy shit!Holy shit, that was awesome. Goro-san, すごい! めっちゃイカス! ま、ざっとこんなもんや。せやけど、男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今、たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さん、いつもすぐ近くにおるからな。読んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなの？誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろうか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。わかってる、わかってる。せやけど、ほんま信頼しとるんやな、牧村さんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったら、うちも今頃どうなってたか分からへんもん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふーん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ？うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。
Mission time. Hi. What now? A rescue crew? Does that mean we get to learn new more abilities? ありがとうございました。 Good thing there was a convenience store nearby. いらっしゃいませ。
そこの殺すぞ、ほら。なんなんや。ヤッフー、信じられへん強さ。おお、here it is. Do this. ここやな。Attention here. Maki bura! Doko ya? Now what? じゃあね、出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ。 What？ もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。来てや。おい、ええから来てや。
Oh boy. どこにいたんですか?俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから、避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも、今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか?実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません。怖くて。すみません。This got interesting real quick. で、店長は？おらんのか？今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。Oh boy, you done it now. お辛いんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え？あ、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり？タラバー！違う言うとやろうが。ああ、ほなわかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な？それなら納得してもらえるか？Well, Majima, what will you do now? お客さん、本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか？あ、ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが。お仕事は何をされてるんですか？仕事？俺は…はぁ…Oh boy。I'm gonna go with this, the middle one. 俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。はあ。Let's ask about her first. ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか？そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、
ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。Ask about the boss. ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は可愛らしいです。なんやその見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃどなると怖いかもしれませんけど。その女や暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いやそういう意味はノーってな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。それに以前私も店長に救われたし。救われた。とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。This is awkward. お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。
ちょっと枕の準備しますね。ねえ、たく、何してんねや俺は。いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですよ、店長。おー、先週か。いらっしゃい。ほー、こりゃお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションで、oh、ハリー行っとこうか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さん残りも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう。あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。おーボーイ、はよドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。木村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおされ。ん、悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Oh boy. Time for a fight. Yikes. God. Oh!
Cruddy chop. Oh shit. Yaru Yankee. Rest in peace. ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。な、よっ。邪魔すんで。What now? やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。ん？リーやと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。This will not end well. せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。誠、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、あっ、何するの。おら、さっさと連れてけ。なんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もんやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフや、ボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけど、しゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。
So the mystery is solved. Take out the one with the gun first. Things are getting interesting. Oitsuitade. Nan ya ore. Shama sunna ya. Doko no yakuza ka shirahen kedo. Kocchi mo sono onna watasu wake ni wa ikahen no ya. Kaeshite morau de. Kusso. Kono hen bukkoro shitaru ya. Oh yeah, I love the dancing gimmick. There we go. すぐに仲間が駆けつける。さかい。しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるぜ。 Oh boy. Stealth missions, really? わかった。行くで。もう大丈夫だ。せや。
け出してるわ。This is gonna suck. 気づかれるで。迎えに来てもらおうか。足読んだらええやん。Let's see, memorize their patterns. もう少しの辛抱。See, where is our destination? Need to make a way here. And there's no save point nearby. こっちおいこっちなんなの一体どうなっておとなしくしとれまた襲われるでおい危ないから後ろにおれこっちやで。どこへ来るんだ。ここらにおるはずや。この辺におるはずや。行くぜ、ついてこいや。はい。なんで急にこんなことに。話し合うぜ。So far, so good. まだ連中まだんThat was brutal. よし、行くね。こっち。
ついてこいや。はい。あなたは誰なんです？後でゆっくり説明したる。ちょ、待っとれ。Can't go that way. This is gonna take a while. から後ろにおれ。見つかったか。女や。覚悟せ。さっさとその女を渡せ。危ないから後ろにおれ。うん、分かった。こっちへ。Sorry for not talking as much. Just trying to concentrate as well. Igu de, ついてこいや。
げるの。もうすぐや。喋ってると舌噛むで。行くで、ついてこいや。はい。